ましたとても似合っていると。私たちは全効果という形で皆様の感想を皆さんの文字を使ってぜひ私たちにご意見ご感想を聞かせていただいたらとても嬉しい限りです。导读的主题是人伦造福在此际。在今年的年初，我们的内政部他提供了一份数据显示，在2022年整年度呢，台湾的新生儿人口的出生人数只有138,000多人哦，创下历史新低。那其实也不仅止台湾有这个现象，其实全球已开发国家的生育率都普遍的在降低。那我们的发展委员会呢，也提出了一份数据来预测，台湾在2025年呢会正式的进入。こちらはとても若い妊産ボランティアの方のお話を聞きたいと思います。このように若い方でも皆様に素晴らしいお話を届けてくれるので、皆さん拍手で迎えましょう。其实有很多金丝堂也已经纷纷的成立了长照据点，提供给还能行动的长者来互动。そうですね。今年の政府からの提供された数値の開示では、2022年の成年度では台湾の出生率が13万人と8986人となり、歴史の中で一番少なくなりました。このような状況は台湾ではなくて、このウィキペディアの絵から見ると、今世界各国で開発国の出生率はとても少ないです。逆に中央アジアやアフリカではとても素晴らしい出生率を保っています。そして台湾の発展委員会はデータを予測し、2025年には台湾も正式に超高齢化の社会になると予測しています。そして2022年5月25日、証言保守と事前同時会の座談会の時に、各市の資生堂では、地域の方にいろんな使用を貸し出すだけではなく、資生堂には介護の拠点を作りました。まだ行動ができるお年寄りの方に、互いに助け合い、一緒に学び、そして一緒に共に食事をする。そして介護やボランティアの方、のお世話と付き添いがあり、お年寄りの方の家族の方の時間をより多く、例えば昼間お仕事をそして学校に行けたり、そして夜にまた帰ってお年寄りの方に家族に今日何をしたかと話をしてくれる。証言保守はこのように精子堂にどうしてこのような介護の場所を準備したのか、それは将来的にこのように家で面倒を見ている介護をいろんな外に持っていただきたい。そして通知がいろんなお年寄りの参加できる活動をして、そしてお年寄りの方に家から出る機会を与えたいと。2022年11月24日、通知は高雄市の政府とともに地域の介護サービスセンターを作りました。正式に高雄の精子堂で作り、これは年寄りの方に4つの大きなテーマ、このように認知症を、そして生活のリハビリ、そして援護の治療区、そして音楽のコーヒー屋さんという4つのテーマで進めました。私たちは高雄精子堂には大学幼稚園があり、このように介護の中心と幼稚園も同じように共に協力しながら、お年寄りの方、そして幼稚園の方と一緒に学習をする。こちらは各地の精子堂の映像になります。皆さんご覧ください。このように子どもたちを見ると、お年寄りの方もとても喜びますね。そして介護の方もお年寄りの方にとってはこのように子どもたちを見ることでとても可愛らしい気持ちになるので、とてもポジティブな気分になれます。
大林の大学幼稚園の子どもたちもこのように介護センターに行き、おじいちゃんおばあちゃんに踊りを踊って見せてあげました。このようにお年寄りの方、幼稚園の方ともに育って学んでいく。そしてこのようなことも台湾だけではなく、ヨーロッパ、そして今高齢化で問題になっている日本でもこのようなことをしています。そしてこのように老人と子どもが同じ学ぶことでどんないいことがあるのでしょうか。土の児童発展と家庭教育教育課の呉先生には言いました。お年寄りの方はどん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 老化していきます。なのでこのようにお年寄りは年を取っていくので老化していますが、老化するだけではなくて、そこからまた少しずつ新しいことを吸収しなければなりません。そして子どもも今成長している発展です。ある意味老化の一種ですね。ですので老人の方も子どもたちも一緒に互いに助け合いながら学んでいく。老人の方は子どものところから慰めやポジティブ、そして嬉しい気持ちを得、そして子どもはこの付き添いの方から老人の方のどのように尊重すればいいのかということを学びます。証言奉仕は今まで私たちにこのように介護の家や介護のセンター、今教育制の意味があると、私たちは次の世代の方にどのように自分の家のお年寄りの方以外、そしてそれ以外にも各お年寄りの方を尊敬しなければいけないのか、そして仕事に来た介護の方やボランティアの方もどのように人は傷つけると私は痛い、もし人が苦しいと私は悲しいという精神整理のこの学心を学ぶのか。こちらは証言奉仕の映像ですね。よく言うのは、お年寄りの方は若い方にとても気にしてほしい、これが全社会と言います。どんな人でも年は取ります。そして時間は今でも1分1秒と過ごしていきます。そしてこの1分1秒の積み重ね、それが年老るということです。若い時から年になるまで、私たちはどのように若い人に、老人にもっと気をかけてもらえることができるのか。私がたちがよく聞くのは、このように地域の方はいつも会議の時には老人や介護、そして病気などの言葉がよく出てきます。私はいつも います。老人が問題あるとは言ってはいけません。この社会にもし今の老人の方がいなかったら、私たちの今の社会はどのように存在しているのでしょうか。私たちはお年寄りの方を尊重するべきです。そしてこのように私たちもなんとかこのようにお年寄りの方に家族であり、そして付き添いの方が一人ぼっちにならないようにしなければなりません。そしてお年寄りの方のもともと持っている知恵を発揮し、そして彼らに、私はまだやることがあるんだ、私には生きている意味があるんだと思えるようにしていく、いかなきゃいけないことです。そして私たちがよく聞くのは、いつも老人の方が、もう年取ったから何もできないよ、そのような考えではいけません。そのような考えを保つと、もうそのまま年を取ってしまいます。証言奉仕、どうもありがとうございました。実を言うと、私のおじいちゃんもそのように言ったことがあります。私のおじいちゃんは92歳です。その時、私は、土で一番年があるボランティアの方はいくつだと思いますか？ 104 歳ですよ。心さえ若ければ年は取らないのです。ですので年を生きるということは、ただ単に外側で私たちの心の中の思いではありません。なので、そして最後に
このように年を追うことを恐れず、そして年を取った方からこそより多くのことをしたい。そして1分1秒を1分1秒を見逃さないで一つ一つ積み重ね、そして私はボランティアになるのが好きで、これがどのように懸命を伸ばすものと、皆様どうもありがとうございました。